うまかったやつはね、ちょっと色薄かったからな。前髪もう少し切りたいんだよね。ここから。なんかこの前美容院行った時切ってもらったんだけど。美容院行ってもらった時切ってあったって毎回切っちゃうんだよな自分で。美容院で切る時ってさ、前髪もさブローするじゃん。髪の毛乾かしてもらう時に。でもなんか丸いブラシでさ前髪乾かしてもらうからちょっとさいつもの長さ普通に乾かすよりちょっとこう上がるんだよね。だからさ切ってもらうけど毎回ちょっと長くってう切ろう明日自分で切っちゃおう。ちょっと長いんだよな、もうちょっと短い方が好き。今切れないよ、前髪切る、前髪切るハサミなし鏡もないし無理です。配信では絶対に切らないあ、また時計忘れたわ。どうしようかな、頭止めてこようと思ってるんだけどさ、もう一回忘れちゃう。スイッチがあるよ一回借りようと思って、借りようじゃない間違った、持ってこようと思ってるんだけど今日も忘れてたわ、すぐ忘れる。前髪長い、前髪すぐ伸びるからな髪で、いつもちょうどいい長さできるからちょっと伸びたらすぐ長くなるんだよね。2週間に1回ぐらいできる前髪。常にちょうどいい長さがいいじゃん。その前髪すぐ伸びるからって結構短めにしちゃうとそれはそれでちょっと嫌だから、気になるから、いつもちょうどいい長さいけるから。明日切る、若干長い。もっとリップいらないって言われた、持ってる。だからでも使わないからな、このリップ。なんか手に塗った感じはね良かったんだけど、色の感じテスター、なんか口に塗ってやるとちょっと違った、薄かった思ったより。ミリ単位で切る、普通そうでしょ前髪は前髪ミリ単位で切らないの、数センチで切ったらすごいことになるよそれ普通だよ多分ミリ単位で切るの数センチだったら切ったら、数センチで切ったらそういうことになると思うけど確実に重いよだな。普通じゃない切りたいもん、3センチくらい切ってみて。絶対嫌だよ、嫌だよ、すごいこと、すごいこと、普通に短くなりすぎる、切らないでしょ普通そんなに。明日切るよ、明日前髪。お前絶対したくない、絶対嫌嫌です、しない、したくないもん。
対にやらない。なんかスイッチでさ、時計見れるやつないのかな。あ、これあれだ、弟のスイッチだから見守り設定で使えないじゃん。もういいよ。3センチ切ったら相当だよ。前髪で3センチってどんぐらいだろう。こんぐらい、はい、わかんない、画面3センチってこのぐらいかな。結構あるよね、3って。結構じゃない、重いじゃない、確実に。お前でしょ。お前がミスったのかなみたいな長さになりそう。後ろの髪で3センチだったら短いけど、切ったの前髪で3センチだったら結構短いと思うけどな。私のスイッチあるけどこの部屋に置いてない、違う場所に置いてある。ない、手元に、ここに。3センチって何ミリ？3センチは30かな ?30 ミリかな?10 ミリで1センチだから。花粉大丈夫だね。そんなひどくない。300ミリ、300ミリって30センチ？30センチ切ったらそりゃ前髪30センチはないよ。相当前髪長い人じゃないと。切れない、そんな。そんなにないですよ前髪、私。30センチもないよ前髪。ひなことか、ね、伸ばしてる人だったらあると思うけど。ないです。なんかの前髪30センチ、いや、お、わかんないけど、いや、ああいう前髪伸ばしてる人じゃないとっていうだけ。ひなこどのぐらいあるか知らない、別に。今で15センチぐらい、わかんない。前髪の長さ測ったことないからわかんないけど、何センチだろうね、わかんない。
ってみよう。測る？いいかな。ただ赤いのね、アレルギー。赤いも出てないけど、アレルギー別に出てないけどな今。あ、さっきまでドライヤーしてたのもあるかも。髪ショートにしたら前髪長さ変えないかな。うん、伸ばすつもりも短めにするつもりもないから。変えないかな。切るかわかんないしな、まだ短くするか。折り紙ってどこ？折り紙？最近折ってないからわかんないけど。でも折り紙苦手な人みたいな聞かないよね。苦手ですみたいな人普通ぐらいじゃない。その得意ってわけでもないけど、いろんなの折れますってわけでもないけど、普通。でもなんかクラスの子にね、すっごい折り紙得意な子いて、なんかすごいの作ってる子いたわ。なんかよくわかんないけど、なんだろうなあれ、なんかすごいの作ってる子いた。いつだっけな、中学生の時かな、中学生か小学生の時に折り紙得意な子がいて、なんか作ってたけど、なんかよくわかんないけどすごいの作ってた。何かよくわかんないけど、なんか鶴のもっとすごいバージョンみたいなやつ。それ作ってた。なんていうやつかわかんないけど作ってる子いたな。鶴じゃないけど、なんか鶴みたいなやつ恐竜とかそんな、そっち系かな、なんかわかんないけど、なんかそんなやつ作ってた。わかんない、何かわかんない、ほんと見せてもらって、あ、すごいみたいな言ってたりしてたけど、それが何なのかは知らないな、全然知らない。え、鶴折れる？鶴みんな折れるでしょ、あの折れるでしょ。知らないもん、すごい。いやね、すごいんだよ見た目。それが何なのかはよくわかんないけど、自分では作れない、作り方を知らないから。なんかすごかったんだよ見た目、でも何なのかわかんなかった。言ってたかな、これ、これなんていうやつだよみたいな、もう記憶がないや分かんない。
り紙とかやんないからね。折る機会がないから。やんないや。緑と緑、私さ、緑なんていうの、ミントグリーンみたいな色が好きなわけで、緑が好きなわけではない。緑はちょっと違う、ミントグリーンが好き。うん、緑はちょっと違う、そこまで。グリーンとは違う。あ、よくわかんないな。似たような色じゃないの、桜編って。よくわかんない色ってなんか似たようなやつありすぎてわかんない。水色好きだよ私。ランドセル水色だった小学校の時。なんでポイント10万いったけど何もらえる。10万で達成だっけ。ちょっと20じゃなかったっけな。なんかなんだっけな、なんだっけ、忘れた。ちょっともう一個端末がないから見れないんだよね。それ見ないと。ランドセルって赤で、ランドセル赤だけは多分相当前じゃない。もう最近普通にいっぱいいろんな色あるよ。私の時も普通にみんなカラフルだったね。赤の子もいたけど。10万達成でホワイトデーにぴったりなお菓子の詰め合わせ、お菓子の詰め合わせらしい。20万でありがとう教えて。私は水色だった。赤の子もいたけど、男の子は確かに黒結構多かった気がする。でも女の子は結構カラフルだった気がする。赤もいたけど他の色もいるイメージ。結構紫もいたと思うよ。いろんな色いた。めっちゃ可愛いランドセルとかいっぱいあるからね。なんか形がちょっと変わってるようなやつとかいっぱいあるよね。自分でランドセルやるんだ。うん、自分で水色にした。一番人気の色は覚えてないよ、もうわかんない。あ、55分ありがとう。ランキングを読むか。何が人気だったかな、ちょっと覚えてないな。もう覚えてない。13位からランキング読みます。13位直人さんありがとうございます。12位正宗さんありがとうございます。11位としのりさんありがとうございます。10位カズさんありがとうございます。
9位パトニーさんありがとうございます。8位お豆さんありがとうございます。7位ヒンメラとマーク、ブルーロック面白いからおすすめさんありがとうございます。次6位だ。6位マルさんありがとうございます。5位フロマンさんありがとうございます。あ、買った、もう一回13位から読むか。13位カズさんありがとうございます。12位バトニーさんありがとうございます。11位おまめさんありがとうございます。10位ラスカールさんありがとうございます。9位筋肉愛好家さんありがとうございます。8位としのりさんありがとうございます。7位まるさんありがとうございます。6位ヒンメルアットマーク、ブルーロック面白いからおすすめさんありがとうございます。5位フロマンさんありがとうございます。4位ヤスさんありがとうございます。3位グランツアットマーク、キョカタムズさんありがとうございます。2位ラボーナさんありがとうございます。そして1位がオーマサットマーク015さんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました、ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。下の配信も11時台でするかも。早くできそうだったらするけど、多分このぐらいになりそうかな。11時台かな多分。時間見てないとなんだね。あと3分ありがとう。よし、明日はどこか、明日はそうお出かけする。明日から大阪出張だけど、おすすめある？私に聞く？おすすめ？大阪のおすすめを？そうだな、なんだろうね。なんだろう。あ、たこ焼き、確かにたこ焼き、もう本当定番のやつしか知らない。もう大阪行ったことないからな。すっごいしか。私に聞くか。何がいいんだろうね。何が好きかな私。まさか2コマ551。何がいいんだろう。むず。前行った時はね、2コマ買って帰って、大阪去年行ったんだけど、旅行に。あとはたこ焼きも食べた。あと何したかな、ちょ覚えてないな。みんな知ってるやつしか、本当に本当にただの観光だから。59分か、もうちょっとかな。本当に有名なとしか知らない。じゃあ明日も多分同じぐらいの時間で、11時23時ぐらいに多分すると思うんで、早くしそうだったらまた言います。じゃあありがとうございました。また明日の配信で。おやすみなさい。また明日、バイバーイ。またね、おやすみ、バイバーイ。また明日、おやすみなさい、バイバーイ。おやすみ。